私は今月曜から、まあ、金曜土曜日まで1階の方におりますけれども、夫人たちが毎日来られて、その夫人たちが今初級 の、 チャート講義 の、 訓読をしてるんですね、まあ、毎週金曜日なんですけれども、もう夫人たちは本も見ないでとかね、皆さんの前にこう立ってっていうことをもうすごく難しいので、今その訓読を、まあ、ただ読むだけなんですけれども、まあ、そのことを通してすごく霊的こうパワーとかね、お父様の御言葉で、まあ、いろんな心情をこう感じながらされているんですけれども、まあ、そういう土台をね、まあ、すでに皆さんは持った以上のことを今日こうやってされていることにすごく希望的なことを感じました。まあ、中級講師、まあ、認定講座ということで、土曜日は壮年さん、お父さんたちがですね、今度は3時間チャートを訓読されていまして、まあ、そこでもほとんど訓読だけですから、皆さんみたいに黒板に字を書いたりとかね、まあ、いろんな言葉で自分でこう説得するようなことを伝えることもできる状態ではまだないんですけれども、本当に教会全体でですね、中高生から、そして壮年さん、婦人の方々が全体がですね、教会挙げて本当にこう御言葉で復興する、そういう時間をこうやって、まあ、作っていただけるっていうことが本当に素晴らしいなというふうに感じさせられました。まあ、皆さんの方が本当にすごいなと思いましたけれども、ぜひこれからも共にですね、原理を学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。